おまけの夜ですの夜の夜はいよファミレストークのひらみかテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな好きと言っていいチャンネルでございます。次期の新しい動画をつけてナーやった方とござ,わざす。ちゃんと言えなさい。<laughs> <laughs> 初めて見る人もいるかもしれません。そっか。2からね。マットマックス2は見たからってもいもう、ね、て人もいるかもしれない。たまたま見つけたりしすいません。はい 今チャンネルは深夜ファミレストークの冷やみかテーマンカルチャー動画でございますヘイクみー一本で俺が好きなキティーチャンネルでございます、ね、の時知識の嵐に上下つけずに楽しくやっていこうというチャンネルはザーカーんあ,あ,あんま変わってないじん <laughs> <laughs> 全く同じことやってんじゃないよろしくお願いします <laughs> しお願いしますはいまあ最高も結婚されてね幸せにありがとうございますツー <laughs>、はい、でやんのそれ

結婚式は意味言葉って言っちゃいけない言葉があるんでそういうのを避けるとそういう言葉になっちうお開きだとかねそうい何の関係もなかった本当にね。すいませんねはということで今日は「マッドマックス2」についてちょっと語っていけたらなと思うんですけれどもこの作品は1がヒットしたということで。はいもう2年後ぐらいじゃないかなもう作っちゃおうということで。 でもうあの予算も増えてるというか、うん、ワンでできなかったことをやりましょうということで、うん、やったみたいですね。 あの時代っていうのもあるからだと思うんですけどさ明らかにカメラ変わるもん変わるね全然違うよね綺麗に撮れてるそうびっくりするんだよあそこもあるし序盤からね急にちゃんと世界観説明しだしてるよねお金がかかってるビッグバジェットな映画風にねなるよねちゃんと撮れますみたいなちゃんとやりたいこと 説明しますねみたいな。ということで急に世界観から真面目にね語り出すっていうところがあったんですけれども僕ら最初に言っていくとね、まあ、もう「フィリオサん」はい、まあ試者で見させていただきまして、うん、まあそちらの感想も後でやりますけれどもね、うん、まあ怒りのデスロードがあったじゃない。 で僕1見て結構内容一緒だなと思ったんで最初からぶっ飛ばして飛ばして追っかけてで V8 も出てくるし V8 の搭載だとか言って最終的には飛ばして追っかけてっていう話だし2見ても同じこと思ったからなんかやっぱ同じことをやってるしかつ。 1>, 1と2の設定も足したようなこととかもやるから、はい、やり直してるなーと取り直してるなっていう感覚があるんでま,、はい、まあ言ってしまってフィルム屋さんにもその感覚ありますありますあのまあツー2どうでした 2はやっぱりあのマッドマックスってみんながパッて思い浮かべる世界観を完全に構築したのが2だなってまあそうねまさに「北斗の剣」なんか2だもんはいローあそこから来てんだなっていまあ砂漠広い大地があってインターセプター走っててで変な改造車みたいのが出てきてで格好もモヒカンだったりあとライダースに肩パッドみたいな謎の衣装で追いかけっこするっていうのがもう 完全に4があってフィリオさんを見てもう一回2ー見るとより、うん、あもうこの時からやりたいビジュアルみたいなものはもう明確にあったんだろうなと感じが、うんそうだよね、本当にねもうで怒りのデスロードがプレステ2とか3ぐらいの感じで、はい、なんかファミコンぐらいのやつ見ててて <laughs>、はい、表現しようとしていることは8ビットだけど変わってないなって感じがすっごいするんですよ、うん、ね。 すいませんもうほんと周りにあったのがそれだけで、はい、っていうかなんかその物置用意されてこれで作った衣装みたいなぐらいの感じじゃん、うん、変にここだけもう,壊れう、ね、取れそうな個展みたいな、ね、でも2はもう明確にそれもあったからだと思うけどこういう奇抜な衣装なんですっていう世界観をめっちゃ提示してくるよねだからもうあれで明確になって、うん、結局まあ3もまあ同じような設定だし、うん、こうその後も続いていくっていう意味ではやっぱ記念碑的だなとか思いつつ、うんはい あとやっぱりその結構あの車がクラッシュするしたりとかバーッてこう走っていくとこでなんか早回しちょっとしてたりするじゃないですかだからそのジョージ・ミラー監督的にこうやりたいビジュアルこうだってのはあるんだけど、うん、多分速さに物足りなさをこの時から感じてるんだろうな<ー>なるほどね<か>そのマッドさにねそう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 もっと出せるよみたいなうん、うん、でも限界だからあれでやってて、うん、でそれをやっぱり怒りのデスロードで思いっきりやってきたんだろうなっていう感じがすごいしましたし、うん、あとやっぱり ななんていうのかな、うん、すごく、まあ、北斗の剣に影響を与えたもそうなんだけど漫画的っていうか、うん、その一番最初にあの空飛ぶヘリコプターのあいつのところに行ってさ、うん、なんかヘビがいてさ、うん、でシャーとかやられて何度かパッて捕まえたら後ろからこう潜ってたあいつが地中から出てくる。結構あれ攻めてなんか アメ込み映画じゃないけどなんか「ティム・バートン・バット」みたいな、ねうん、なんかあれって結構思い切ってるなって、うん、そワンから見直すと思っちゃってワン、うん、ってやっぱり露骨なこうちょっとねさっきも話したけど、うん、アメリカニューシ的なちょっと暗めの暴力やだなとか、うん、病院連れてかれたらこうなってて嫌だなみたいな部分があったけどツー、うん、はやっぱりそのエンタメにちょっと振ってるというか、うん、なんかありえないようなことをちゃんとそのキャラクター付けしてる。うん、であの あのブーメラン飛ばす男の子とか、うん、あとあのだからあの辺もすごくなんかアニメとか漫画っぽいキャラ付けをすごいしてて、うん、でかつそのなんかねこう なんか抽象度が上がっててやっぱ僕すごい好きでなんかそのもうマックスのバックボーンはもうワンでやったんでっていうの多分あってツーはそういう格好あるんだけど別にそこに触れるというよりはなんとなく感じ取ってねみたいな感じになっててえちょっと抽象的だしかつちょっとなんか時代劇とか西部劇的なテイスト要はそのえ普通に旅人がこうやってきたら。 巻き込まれちゃう黒沢明ロの用心棒みたいな籠城しながらどうやって守ってこう切り抜けていくかみたいな感じとかも1の時よりもちょっと神話感が強くなってる感、うん、でだからなんか僕は2からやっぱジョージ・ミラー監督がこう偶話とか神話とかそういうものをこう取り入れていこうとしてる感じがすごくこう感じれてなんかやっぱエンタメとして見やすいし分かりやすいなっていう。 メルギブソンのマックスが一回ボコボコにされるじゃん、うん、で復活して、うん、で救いに行くみたいなのとかも神話展開みたいなとかもなんかすごくこうそこがなんか見やすくなってるしあのそういう意味でもマット・マックスの方向性というか、うん、世界観みたいのなんかもう押し上げてて、うん、あこれはワンよりあのいろんな幅の人が。 ハマりやすくなってるなあっていうので、僕はすごい好きなあ<ー>。ね、てかもう、はい、ほぼほぼさ、道筋。前、うんうん、の時も言ったけど、うん、もうツーなんてもう、ほぼほぼ。うん、あの、イカヨデテスロードと変わんないよね。変わんないね。本当に脚本っていうか、本当の筋、なんか全体的なプロットはほぼ一緒で。うん、シンプルで。骨格はね。うん。うん 感じしますよね、うん、ワンってやっぱちょっと俺人選ぶなって見直してて思って<ー>いやワンは人選ぶと思う選ぶよねいやそうだからさっき言った、うん、でも本店に通ずるものはやっぱ全部一緒だからやっぱワン人選ぶんだけどこの人選ぶ感じが選ばない感じになってる奇跡って思ってますよくこうなったな、ね、そうよくこんだけ対象にこう受,け入れられら受け入れられたなっていうのが本当にすごいなって思う,う,んうん、うん、そうだよね、うん やだから不思議でプロットは変わらないでちょっと神話ベースなのもあるにもかかわらずやっぱりこうルックが結構激変はしてるじゃんそのカタパッタもそうだしあと「ヒューマンガス」っていうね鉄仮面の裸のマッチョあれもどういう格好みたいなわかるだからすごく漫画的ってあれもさびっくりしたの知らなかったんだけど見たら。 あれもう完全にジョジョのね最初に出てくるね石仮面の男とかがあんな感じなのよああああ俺そこの番そこの巻は読んでるよジョジョあああのうわあそうだねまんま同じようなビジュアルしてて、ね、確かに俺ずっと北斗の剣みたいだなとは思ってたけど、うん、あもう大本からもうえおパクってんだなと思ったジョジョ大本のところからもう行ってんだと思ったああ僕はやっぱ 旧シリーズの中では一番やっぱお気に入りだなっていうのが2かなって聞い、ねね、いやそりゃそうですよねだってさ、うん、2>, 2見て思うのはあのもう本当でっかいトラックも出てくるしそれでもうぶわって行くとかそういったところも全部やっぱり怒りのデスロードに通ずるものがあってさ、うんうん、あやっぱそのさっき言ったジョージ・ミラーの頭の中にはもうビジュアルある程度あって物足りないのも感じてたんだろうなみたいな。であのほら もう車の前に人をさ立っていくのとかも一緒だしあるしあ全然ここにあるんだみたいなだから当時ハマってた人たちからしたら「イカレ・デス・ロード」とか最高だっただろうなってなおさら思うし今言ったマッドマックスとしてさっき言ったちょっと可変かけてさ早く取って「いやバンバン!」みたいなあそこら辺のんか「何どうしたどうした」みたいな感じがまあその「ワン」の時も言ったけど。 いわゆるその大ハードとかまあああいうアクションものと僕は一線を隠す作品になってるっていうかこれはやっぱり前衛的な表現で題材がバイオレンスなとかカーチェイスなのであってオルタナティブだなって思うのねでファイトスタイル自体はすごく前衛的ってことよねでその物足りなさだからもっとマットかさが足りないっていうのが いわゆるあのみんなが好きだからこれだよねってことじゃなくって表現したいものが全面にあって、うん、でその感じを追求してるんだなっていう。 怒りのデスロードでなんかそれがちゃんとした形になってる気がするよねこうやって2まで見てみるとねだからすごいジョージ・ミラー監督ってすごく作家なんだなっていうか、うん、やりたいことをずっとこう追求してって、ねうんえー、年数かけてだからセルグリブートしてくるっていう、うん、スタイルだ気はしますよね。うん、2> で,今で2もやっぱり動物で、うん、犬出てくるとかねやっぱ動物が可愛かったり殺されてたりとか、うん、あったりするし。うん この時代の人たちはこれしか資源ないんだけどその中でどう奇抜な衣装を自分たちで作ろうかみたいな感じね。でちょっと変な感じになってるとか、うんうん、そこら辺も面白いなとかあとガソリンを巡る戦いとかもねこれに関してはまた後でね,そうだねちょっといろいろ語りたいなと思うんですけどんか画面に何を映して何をどう表現するかっていうことを。うん もう本当に長編デビューの時からなんか心得てて2ではそれがもう花開きつつあってうん、うん、もうしっかり見せれてるっていうねうん、うん、そこら辺が面白いなーって思いますいやだから早いよねだから1取って12年ぐらいで、うん、まあちゃんとお金があるものとして、うん、まあ,ある意味商業映画デビュー的なねことをやっててここまで成立させてるって結構すごい,すごいこんな変な対応でねそうだよね、うん でこれがやっぱ結局アメリカで初めてちゃんとヒットして、うん、あそうなんだそ,うそこからなんかなんていうかな3ではちょっとアメリカ出身も入ってみたいな感じになってくらしいんでなるほどねで3が問題の3なんですよ。問題の3ですねそういう流れがあるんだそうらしいですはい<ー>、うん、僕やっぱ籠城ものすごい好きなんで、うん、あのー バスで入り口を塞ぐみたいなの大好きなのね。はははは。たまんないのよ。ちゃんと鉄板でこう下まで入れないようにしててとか。でこのこれぐらいのこう高さのなんか頑張れば人超えれそうなぐらいの高さだけど火炎放射でなんとかやるとかそういうのすごい好きだし。あとやっぱりなんていうのかな女性の描き方みたいな部分っていうのかな。なんていうかえっとその。 あれやっぱすごくこう特徴的だなというか、うん、あの人があの最初にマックスが入ってきた時に「いや殺そうこいつは」みたいな、うん、結構過激な発言をこうするじゃん。うん、あれとかってやっぱちょっと不良さの原型的なさ何、うん、て言うのかなワンの,の時にはなかった、うん、その女性の戦士がこう戦いの渦中というか真ん中にいて、うん、なんかこう。 うん、男性と一緒にもう同列にというかまああ<ー>あいう世界だからこそなのかもしれないけど<ー>なんかそことか結構その後も響いてくるなっていう気はすごいしましたね「2、うん」2見てる俺2で好きだったしよねの。 なんかブーメランみたいなでバ、はい、ーって投げて一人がバーってよけてグサッて刺さってなんか殺すじゃない子供が一人まず倒すっていうのも衝撃的で,うん、うん、でそっから「うわー!」とか言ってなんか一人ザコみたいなやつがさ出てくる、ね、ブーメランポンって取って「うわー!」とか「いやー!」とか言って投げて投げるのよね。で子供がっって追っかけけるんだけど わってで俺、あぶねえな、こんな絶対撮んない方がいいじゃん、とか思って。で、子供が、あーってあ、あっち行っちゃった、とか言ったら、いや、俺も取る、とか言って、なんか別のやつが、ね、わあって出てきて、ばーって取ろうとして、指ブシャーって切れて、やーとか言って、あははは、みたいな。うん、何このシーンーすごいよね。<laughs> しかもあんま痛がんないっていうそ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 う。<laughs> いや、やっちまったみたいな。いや、なるなるなるって思うじゃすよ誰見ても、だってさっき、お前これで人死んでんのに、素手で取ろうとしてるよ、みたいな。あのマットさ。まあ、マットだよね。ねト さプラス、うん、1>, 1回事件解決して「うん、うわすごいなお前!」ってなるとこあるじゃんでそこでその男の子がプロペラみたいなさうん,、うん、なんかすごい鋭利に磨かれた羽みたいなやつはい、はい、金属を見てうわーってなってるっていうこの子そのブーメランもそうだけど、うん、なんかその。 研磨されたステンレスとか鉄みたいなものに惹かれちゃうんだうん、うん、みたいなそう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  <laughs> 何を描いてるんだこの映画はみたいな面白さがあってそこも好きですね、うん、やっぱちょっとぶっ飛んできてるよねそ<う>そのキャラ付けの部分が自由だから、うん、ワンとはちょっと違う。うん 1は1で面白いんだけど2は2でねみんなすごいってなる。ということでまあまあ2でマジでもうマッドマックスやとなったところでまあちょっとすみません3見てないんですけども明日は3。だから見るわだからちょっとプレゼンも踏まえてね見てない人も多いと思うんですよマッドマックス3。見てない人もいると思いますけれども。 そんな人でも大丈夫。ということで3をちょっと斎藤君に思いっきり話していただこうかなと思います。その3が当時酷評されたということなんですだいぶだいぶ食らってるみたいで本人ももちろんリアルタイムじゃないんであれですけどだいいぶ言われてたたみですねでも確かにでもそれは当時だから僕も4を見る前に見た時は123の流れで見た時はなんかなってなるんですけど。 4とフィリオーサーを踏まえて3見ると、あこの時はこの時でやっぱそのやりたいことがすごいあったんだなって、ね、さっきの2じゃないけど、<の>それはすごい感じるんで、はい、見応えはめっちゃあります。なるほど。はい、じゃあ、また明日、その話をしていただきましょう。はい、ということで、面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。さようなら。じゃあなら